では続きまして続々と行きます続いては片桐秀樹プロジェクトマネージャーよりご発表いただきます片桐プロジェクトは糖尿病の研究をされておりますそれでは片桐先生よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますえー、っとですねその皆さんに分かりやすい未来の像というふうにタイトルをつけろと言われましてちょうどこれ年末で、えー、大河ドラマを見てまして えー、戦のない世を作るという話を家康が言っていたところでまあそれならば「糖尿病で困らない世の実現」というようなタイトルにして作ってみようかとあのあそういうタイトルにしたなというのを今思い出したところなんですが、えー、最後のところのあれでは「社会」という言い方をしてるんですが、まあ、ちょっと今日は「よという形で出てきます。 で糖尿病に関して困らないよというからにはじゃあ何で困ってるのという話になるわけですが、まあ、やっぱりまず糖尿病というのはまず第一は無症状で知ら,ず知らないうちにご自身が糖尿病であることがわからないうちにあるいは分かってても、えーっとまあ、こんなの大したことないだろうと言ってほったらかしているうちにどんどんと進んでいって偏発,発症が発症して上昇化していくというのがまあ一番困るところです。 それから次に糖尿病といっても一言で糖尿病といっても,もちろん1型2型というのは分分け方ありますがそれ以外に2型糖尿病もさまざまな病気の原因で起こるようなもので、えー、っと一体何が原因であるいはそれの組み合わせなんかもいろいろあってその組み合わせがどういうふうに個別にそれぞれの患者さんごとに何が起こっているかでそれをあのちゃんと理解しそう理解しないことには個別の対応もできないしそれを正常に戻すというそういうことも考えた場合でもそれを あの個別のそれぞれの人が何どういう服があることでが悪いかということをちゃんと知る必要があるということです。それからまあ3つ目はえー、っと一旦糖尿病になると進行性で治らない。 よく皆さんもあのあのよく知られて言われているのが糖尿病になったらもうおいしいもの食べられませんよねと,というようなことを言われるわけですが私たち糖尿病の患者さん普段からあの拝見していて糖尿病になったからっておい、えー、しいものを食べられなくならないで済むようにあるいはもう,もうあっという間に治ってしまってそんなことから精神的苦痛から解放されるような世ができるといいかなと思っています。そうすするるるるるとと何をするのか、まあ、簡単にに見つけるこががでできき、えー、個別に発症メカニズムが判定できる 発メカニズムごとに正常に戻すことができる、まあ、そういうような世の中にしていきたいというわけです。であのそれぞれに応じた今現時点でのプロジェクトの成果代表的なものをごくわずかですが紹介させていただきます。まずこここでででいうこの簡単に見つけけるるとができるからなんですけれども、えっと 東京大学の藤井先生たちはこの人のあごめんなさいこれちょっと後ろにのっかってますが人の写真をえっ、ー、と顔のえっ、ー、と静止画ですね画像からですねこれを見るだけでえっ、ー、とヘモグロビン A13 というのは血糖値の平均がわかるものでしてこれはまあほとんど正常値 からちょっと高い目ぐらいなんですがそのぐらいかどうかっていうのをこの画像から検出するとこれ毎回毎回データ聞いてるとどん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 検出精度が上がっていってこの ROC 極性なんかも,もうほとんど1に近づいてるような状況まで今来ていまして、えー、まあそのうち本当に皆さんただ顔の画像を見るだけであのその人がどのぐらい血糖値が高いかっていうのが分かってくるというような時代になるかもしれません。 まあ同じようにえっと彼らはその心不全の方もこちらはもうかなり進展していてこのウェアラブルや握る心電図なんかを使うとゴールデンスタンダードのこの BNP という血液を測って心不全を判定する臨床指標があるんですがそれと非常に相関よくなおかつ BNP がまだ上がっていない段階でもそれを検出するというようなことに成功しています。 であのじゃあ,あのその次に今度は、えー、とどうやってそれぞれの患者さんのその,その人その人の個別のどこの臓器がどういうふうに悪いかというのを見ていく。 というようよなことなんですが、こここ,れこここそ数理モデルを使ってですね数理の先生永山先生たちが数理モデルシミュレーターというこういうものを今あの開発中でしてこれからもっともっとブラッシュアップしていくことになると思いますがこの人の状況その人の状況をちょっと入れたらどこの臓器があなたの悪いですよどういう代謝がおかしいですよっていうのが分かるというようなことが今数理的に見えつつあります。 またあの肝臓の中の実は代謝ってものすごく判断しにくいんですけれどもそれをちょっと息を吐くだけでけえっ検出するというようなことを見るようなあの方法も私たちはこう開発して特許化しています。 さらに、えっと、そこまで来たら次は治す正常に戻すということが大事になるわけですが、まあ、ここは破壊的イノベーションだと思ってるんですけれどもあのこの、えっと、これはちょっと見えにくいですがちっちゃいこの点々がこれ膵臓のランゲルハンストをインスリンで染めてますんでこの紫の丸々があの茶色い丸々があのランゲルハンストなんですが瞑想神経というのをあの刺激してやるとものすごくベータ細胞そのインスリンを作る細胞なるランゲルハンスト エルハンス等がすごい増えて、まあ、例えばこれがこんなふうに広がると、まあ、そのためその結果糖尿病になるモデルの発症を完全に抑えることができるというようなことに成功していましてこういう体の中でそんな移植したりとか、えっと、何かしなくても体の中であの膵臓のインスリン細胞を増やすというようなことが可能になっていて今その迷走神経刺激装置をつけて、えっと、人で実際それが可能か、まあ、かなり有望な結果が得られつつあります。 でも一人一人にこれつけるわけにいかないので飲み薬とかサプリメントとかそういうもので何とかこれを実現したいとそういうものをモニターするようなシステムももう既に研究できていて今はそれのスクリーニングを進めているところです。 もう一つはあの今のはインスリンが出にくい糖尿病に対する対策ですがインスリンが効きにくい太っているような糖尿病に対しては中村先生たちがこういう、えー、と脳の中の仕組み肥満というのは実は脳の病気でしてこの脳の中の仕組みをいろいろ開発しつい最近は中年太りになっていくメカニズムというのをあの脳の中の神経のこの潜望、えー、っていうんですけどそれがどんどん縮んでいくことが原因なんだと。 えー、中年太りにならずに済むよというようなあの成果を出してきてくれていますしまた、えー、と褐色脂肪組織という熱産生をあの促すようなあえてエネルギーをこう消費するような組織に、えー、と刺激する薬剤というさあのものも今このグループの中で開発ができていて、えー、と食べても太らないというような,技術なることが可能になってくるんじゃないかと期待しています。 そうしますと、まあ、あの能動的にもあるいは本人が気が付かないうちにどこかで顔の画像を撮られただけで,です、ね、その人が糖尿病ですよっていうようなことがあの分かり、えー、それだったらちゃんとどこが調子悪いのかっていうのをまず、えっと、未病のうちに、えっと、シミュレーターで調べてそれを調子悪いところに応じて治療をしていくと。 いうようなこれが未来像なんですけども、えっとまあこれが2050年までに社会実装していければと思いますが、かなりそれぞれの一個一つ一つが今あのえっと社会的イノベーションの種が今こうやって出てきているというような状況にあるということです。以上です。片桐先生ありがとうございました。さあここから質疑応答に移りたいと思います。えっ、ー、とですね。 糖尿病本当にあのなると我慢しないといけないというイメージが強いのであのちょっとそ,のそれ気味ですよって言われても聞きたくないという方も多いのでそれを防ぐためにもやっぱすごく大事ですよね前向,きに前向きに捉えないといけないという部分はあのいくつかもうすでにあの、まあ、研究の成果として出ているものの中であの顔の写真だけでいろいろ分かるというのはあれすごいなと思ったんですけどもあれ すごいやっぱりその80何って書いてるのはすごい値なんですか そうですしまだまだ今のが完成形じゃないですのでどん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 これは AI をって使っての技術でそのデータを積み重ねていくにつれてより精度が増していく私もこれは藤井先生たちと話をしていると話を聞くたんびに精度が上がっていっているのでまあそのうちこれから何年も経っていくとより高い精度になっていく今の時点でもかなりもう実用化できると もう特許申請中ですけれどもあのさらにさらにさらにあに政治化していくものと思っています。 写すごいです、まあ。そこにはいろいろあの目で見ている部分とそうでない部分などもあってでさまざまなあの要素をあのその顔のあの画像から写真からというよりは画像から、えー、っと判断できるというような技術になっている、うん、というまあ他にもね、写真を撮るだけで自分の状態を知れたりさっきは血を取らないで済む呼気だけで状況が分かるっていうのも今までだったらなんか難しかった。 ですか そうですね、まあ、基本的にはみんな採血をして、まあ、糖尿病の場合はその血糖値というのが血を取ると測れるわけですが、はい、でも血糖値が上がっているというともうまさに糖尿病ということになるわけで <laughs> その状況がどの段階にあるかはある程度分かっても、まあ、なかなか本当の病気の原因がどこにあるとかあ<ー>あのそこのところはなかなか分からないところがあるんですけれども、はい、まあそこについてはさまざまなより細かい細かい血液検査をいっぱい積み重ねたり不可試験とかやったりなんだかんだすると見えてくるところはあるんですがそれは それをなんとかえっとより早い段階で原因を見いだしていくというそれから今までもえっと考えられていなかった別のメカニズムを想定してそれの,あの方向えっと検出を高めていくというようなことを進めていますその中でこのシミュレーターの話が出てきたんですけどこのシミュレーターってそ,のそれぞれの人個人個人に合わせてそのシミュレーションすることでえっと自分がどういう傾向かっていうのが分かるんだと思うんですけどあの計測データの パラメーータといいいいうかかろろああるじゃないですかあれ個人個人に多分なっちゃうと思うんですがデータってどうやって取るものなんですかここはですすねままだ今の血液データを入れています、うん、でこれがまあ将来的には今お話してたようなこういう顔の画像とかも入ってくるともっと面白くなってもっと手軽になってくるんだと思いますが、うん、今普通で病院で調べられるようなあの血液データをいくつかここに入れてみるとまあその人は例えばこれは肝臓が悪かったらこうですよとか、えー、と膵臓が悪かったらこうですよとか まあそういういいのをこうフィィッティングしていくとですねああこの今のこの状況っていうのはあの肝臓が7割悪くて膵臓が2割悪くて筋肉が一番悪いんだとかっていうようなことをまあこのシミュレーターは出してきてくれるわけです。 そうするとどの治療法をどういうふうに当てはめていけばいいのかっていうのが、えっとまあ、今,今まだそもそもそれが分かったところで糖尿病というのは血糖値のコントロールということをやらないといけない病気なんで、うん、それは要するに治すという概念が全くないわけですけれども<ー>、えっと、それを、えっと、先ほど β 細胞が増えインスリム作る細胞が増えましたとから、はい、食べなくてもあどんなに食べても痩せていくような薬ができてきますよとか、まあ、そういうようなことになるとあなたにはこ,のこういうような治療をやっていく。また他にも もう今,あの今日話していませんが開発する技術がいろいろありましてそれを活用して、あのー、この人にはこういうあのものを当てはめると,、えー、と良くなっていくだろうということをもとに正常に戻していくということを狙っての治療を進めるということを考えていますうん、うん。なるほどだから 状況を知ることとそれからそのそれぞれの状況それぞれの方のまあ個性であったりまあそのなりやすなりにくさとかに応じて今度はどういうふうにすればいいかという部分も同時進行で研究の中で進んでいるとあのここがないと結局は我慢しなさいよとか食事療法一番辛い部分で一番辛い部分てしまうわけでそれができるんだったら肥満なんかにはならないわけですねな肥満になっている方っていうのはそこができないからそれは別にその人の我慢が足りないからじゃなくてもうそうそう というい、まあ、ある意味あのそれが病気の原因だったりするわけなので、うん、あのそうするとそこを精神論で述べててもしょうがないのであのそうであったとしてもあの元へ戻せるという何らかの方法を考えていくというのが、まあえー、と未来像我々の今目指しているところですありがとうございます今あのスライドの方から、えー、っとすごく多くの検出機器をこう研究されたり導入されたりっていう中で工学系の先生とは密にすごく連携されてるんですかっていう質問が。 いろいろなところで工学系の先生方あるいはその企業の,あの,その技術開発の方々あるいは、まあそのえー、と AI であったり数理であったりというようなあの方々との連携は進めています。 ありがとうございます。もう,あともう一つだけ糖尿病今その血液でモニタリングするというか血液でいろいろ調べるっていう話があったんですけれども遺伝子で解析しようとするっていうのは難しいんでしょうかっていう質問が来ていますえと遺伝子はかなりいろいろ分かってきていまして糖尿、はい、病になりやすい遺伝子ただこれはオズヒという言い方をしてその遺伝子を持っていたから、うん、じゃあどんだけ糖尿病になるかというと糖尿、うん、病っていうのは今単因子遺伝という、まあ、たくさんの遺伝子でもってあの起こるような病気と考えられてますので<ー>例えば 一つの遺伝子を当時病になりやすい遺伝子を持ってたからといって、例えば一点一倍とか一点二倍とかですね。うん、そのぐらいのなりやすさなわけですね。だから、あの決してもちろんその方は悲観される必要ないわけですが。うん、でも、その一点二倍のために、どんだけ、あの普段の生活を、あの、あの、えっと、制限していくかというのも、また難しいところで。だから、逆に、そこで、それが原因としての、あの、まあ、こういうところにつながってくるところがあると思います。で、うん、そういう方には、ちょっと、あの、早めに。 まあ何かこういう,ようにつながるところにつながるようなサプリメントを飲んおってもらうとかってしておくと将来を防げるというようなことも遺伝子の研究もこのプロジェクトの中で今日は話していませんがやってましてそことこうつなげていきたいというふうに考えています。 普段からできるだけこう簡便にリアルタイムに状況を見てそれに対してできるだけすぐになんか対応できるようなっていうこの一連のこうサイクルがうまく回るためにまだ研究がさらに進められていくものと思います。片桐先生あありりががととううごござざいいままししたた